こんばんは、ファンクでーす。中央区勝どきのところにある短面戦火再開を訪れました。ここにはなんと味噌タンメンというね、ちょっとあまり聞き慣れないねメニューがあるので、早速食べてきました。ファン君ね、味噌タンメンっていうのを食べるのは今回初めて。それでね、お店に入るとね、おじちゃんが一人でね切り盛りしててね、すごく無口で黙々とね調理しててね、なんか職人って感じする。注文するとね、もうしばらくしてね、味噌タンメン運ばれてきたんだけど、一緒にね、なんか器がね、ちっちゃい器がちょこっと置かれたのね。なんだろうと思って開けたらね、中に生姜が入ってた。タンメンで生姜？これもまた変わってる。それでね、ちょっと食べてみました。それでね、野菜の中にね、イカゲソみたいなのが入っててね、タンメンなのになんかちょっと海鮮物っぽいものがちょちょってなんか見え隠れしてるのね。これもすごく変わってる。もうね、一口食べただけでね、うまい。いやもう昔ながらのね、激うま味噌ラーメンって感じでね、いやこれはやばい。うん、タンメンとしてもね、かなり美味しい。味噌ラーメンとね、タンメン別々に取ったとしてもね、かなり来てますよ、ここ。味がね、今風の味っていうよりもね、もう昭和の味かな。でもすごく美味しいよ。でね、お店のね、おじちゃんにね、美味しいですねって言ったらね、ニコッと笑っただけ。無口。高倉健か。不器用すからみたいな感じでさ、ここのおじちゃんも渋くていい。おじちゃんのね、発した言葉はね、いらっしゃいませとね、ありがとうございましただけだったんだけど、こっちを見てくるね顔がね、もう優しくてね、渋くていい。ファンクもさ、無口じゃない。だからね、共感するものあるな。もうペラペラ喋ってる男はダメね。たまにはね、沈黙もね、いいですよね。なんかね、ボソッとね、朝日ソーラじゃけんっていうね、セリフを入った瞬間にね、胸がときめくぐらい本当に渋いおじちゃんだった。ワンクもね、朝日ソーラじゃけんって言っただけでね、この動画を見てくれてる人がね、目がハートマークになるぐらいね、渋くならなきゃね。それでね、生姜を入れたのね。したらね、なんかさっぱり感っていうか、もうこのラーメン自体こってりしてるんだけども、食べやすくなって、またさらに美味しい。オフィス街とね、あと住宅街にね囲まれた街のね、細い路地入ったね、片隅にあるねお店なのね。なかなかね見つけるのが難しいんだけども、隠れたね秘境を見つけたような感じでね、インディーン・ジョーンズになったみたいなね、ファンク気持ちになった。失われたアークを見つけたって感じかな。ちなみにね、失われたアークはね、目を開けて見ちゃダメなんだよ。そうするとね、正気全部ね吸われちゃうから。それとね、聖杯はね、金とかでできてないよ。木でできてるから。いや、インディジョーンズいっぱい見たよ。いや、もう腐るほど見たからね、もう隅々まで覚えてますよ。お父さん役にさ、ショーン・コネリーが出た瞬間さ、いやー嬉しかったな。ショーン・コネリーもだって渋いんだもん。いや、ラーメンの話しよう。いや、前半はいっぱいしたから大丈夫でしょ。ごめんなさい、またいつもの暴走になっちゃった。あのね、あれ、あの人誰だっけ、スティーブン・セガールだ。スティーブン・セガールがさ、乗ってるさ、電車とかさ、飛行機みたいにさ、
必ずと言っていいほどね、東京シティクラブはね、暴走しますよ。あ、この場合はスティーブン・セガールじゃなくてもブルース・ウィルスのさ、ダイハードの丘ですか？必ずさ、なんかテロとか起こるんだもん。分かってても見ちゃうよね。ハマっちゃう。あ、そういえばね、前あげたかもしれないんだけど、忘れてるかもしれないからね、ちょっとちょっと面白いガチャガチャのね、画像なんだけど、秋葉原のさ、ディパティかなんかの前にさ、なんかこの娘ガチャっていうのがあったらね、でね、このね、ガチャのね、この絵のところのね、下にね、まあ、このイメージとはね、関係あるものが、入ってるわけではありませんみたいなこと書いてあるのね。それで200円もするんだけども、こんなんでさ、騙されるやついるのって、ファンク失笑しちゃってさ、で、近くにね、店員さんいたから、すみません、このガチャガチャ、もう何も入ってないんですけど、できないんですかって、ファンク聞いたんだけど、結局やるんじゃんね。だってさ、この絵は可愛いじゃん。だから、なんかね、ちょっと期待した、したら、店員さんがね、他のね、ガチャガチャでね、余ったやつ入れてるんで、今、その余ったガチャガチャないんですよって言うのね。しょっぱなから夢を壊しますか？200円出してね、騙されなくてよかった。いや、でも、この絵ね、かわいい。騙されて買っちゃう人いるかもしれない。あ、それでね、交番でね、ちょっと張り紙ですごいのを見つけたのよ。おい小池って知ってる？あのポスターに継ぐんだけども。ちょっとこれ見て。まさと、ナンパショットって。いや、これね、嫌でもね、目を引く。何これって見ちゃったもん。で、ファン君ね、写真撮ってたらね、他の人もね、パッとなんて目向けてね、何これってね、顔でみんな見てたよ。このキャッチフレーズはね、なかなかいいと思う。それでこの指名手配されてる柳雅人っていう人は、花の仕事を改善するなどと偽り、全国の女性から60億もの大金を騙し取った詐欺犯人なんだって。60億。いや、これ、60億って、よっちゃん以外いっぱい買えるじゃん。60億。金額的にもう、シャレになんないね。で、この人ね、身長172センチ、中肉、あと、温泉好き、パチンコ好き、あと、博多なまりがあるんだって。へぇー。今、どっか逃げてんのかね。もしね、この顔にね、見覚えあったりね、見かけた方はね、この警察の方にね、ご連絡してください。もう、60億騙した犯人はね、もう捕まらないぞね。こんばんは。動画界の山本慎也。ファンクでーす。またね、新しい企画をね、作っといてね、全然ね、やってなかったんで、またね、ちゃんとやります、今日は。もしね、女性の方でね、ちょっと想像してほしいんだけども、初めての時にね、このホテルはブリというね、ところをね、ちょっと見つけてきました。で、もしね、これから流れるね、映像とか画像でね、いや、これはブリと思ったらね、そう言っていただけると幸いです。文京区ね、湯島のところにあるね、背の高いね、ラブホがあるんだけども、ファンクがね、女性でね、初めての時はね、ここはブリ。それじゃちょっとみんなも見てみて。なんか、
地方とかにあるラブホっぽいでしょ。まあこの泉という名前もさ来てるでしょ。いやちょっとね。やっぱ無理かな。でね、サービスってショートタイムで4900円、高いな、ちょっとね。でこれね、サービスタイムないんじゃないかな、だから結構使われてるのかもしれないよ。大通りに面してるところでね、サービスタイムがないところはね、繁盛してるところ多いんですよ。ここからね、パチ屋のね、店長みたいな人とね、あと、スナックのね、チーママみたいなね、女の人が出てきてた。結構濃い人が、ここ使われてるのかもしれないね。皆さんどうでしょうか、判定は。ファンクはね、ブリです。もしね、私は大丈夫よっていう人とかね、いや、ここはちょっとっていう人がいたらね、いろいろね、変えてってください。またね、駒屋に来ちゃった。ここはね、500円ランチのね、定食はとっても美味しいんだけど、パンク好きなのよ。だってさ、小鉢いろいろさ、種類選べるし、ご飯もいっぱい持ってもらえるし、それにね、脂っこくないし、ごめんなさい。もう今年42歳です。おじさんにはあっさり一番ね。